300型は、かつて、京阪電気鉄道が所有していた電車の位置形式。京都府、滋賀県にまたがる京進線の優等列車に使用されていた。1957年に導入された260型以降、京阪大津線では車両の近代化が促進されていた。その一環として、京進線の急行。 準急用に1965年に導入されたのが300型である。車体は260型3次車と同様の全長14.9メートル級、両側2箇所の上高扉、前面は貫通扉付きの3枚窓というデザインであったが、屋根状に設置されていた全消灯がシールドビーム二等式に変更されたほか、側面の雨どいの位置が高くなり、 創価のウィンドウシルが廃止されるなど近代的な外観となった。この変更点は1968年に製造された260型4次車にも受け継がれた。運転台は片側のみに設置され2両編成が組まれていた。主電動機の出力は260型よりも強力な5 8ットで発電ブレーキ併用非常直通ブレーキと共に急勾配が存在する。 軽心線でも安定した性能を発揮することができた。制御装置は電動カム軸制御が用いられ、保安用のデッドマン装置も搭載されていた。製造当初の終電装置はポールであったが1970年以降、パンタグラフに換装され、運転台側に一気設置された。台車や一部の主要機器は木造電車の300型から流用された。この車両は1923年に、 京阪線向きに製造された京阪電気鉄道で初めて連結運転を前提に設計された電車であり、製造当初は線型という形式名であったが一1二十九年に三百型に変更された経緯を持つ。10両が製造されたものの潜在により二両が廃車となり、戦後は八両が残存したが、そのうち最初に三百型に機器を供出し廃車となったのは、 京半線に残存した4両であった。一方、301から303.306の4両は1963年に大津線へ転属し、300型登場に伴い310型に番号が変更されたものの1965年に廃車となり、結果的に8両全車が同一の形式番号を有する2代目300型へと危機器を供出することになった。ただし、 台車については、ブリル製台車はそのまま受け継がれた一方、ボールドウィン製台車については300型に使用されず、ブリル製の MCB-2X が使用された。1965年に最初の4両が製造された後、1967年から1968年に残りの4両が竣工し、2両編成4本が、京進線の優等列車に用いられた。当初は、 マンダリンオレンジ、下半分がカーマインレッドの軽半特急色をまとっていたが、500型の登場に伴い1979年以降上半分が若草色、下半分が青緑色の一般色に変更された。その後、冷房化への機運の高まりを受けて、大津線発の冷房車となる600系の導入が決定し、その製造にあたり300型の車体が用いられることに、 なった。そのため300型は600型が竣工した同じ日付に廃車となり、最後に残った301-302の車体を用いた607-608が竣工した1984年10月22日をもって形式消滅した。ただし300型の車歴は継承されておらず、600型は全車とも心臓扱いとなっている。ありがとうございます。